い、じゃあ今日はお家で簡単に作れるピザの作り方を紹介していきたいと思います。イエーイイエーイ、よっしゃ。イエーイ。用意してあるのが薄力粉、強力粉、薄力粉、オリーブオイル、ドライイーストですね、ドライイースト、お砂糖、お塩、お水、はい、まずは生地を作るので塩以外ですね、塩以外を全部ボウルに入れていきます。これがピザですか？そうですね、もう旅館ピザの形してきましたけど丸いやつ入れて、お家でピザなんてね、やってる人多いかもしれないですけど、やったことない人いたらチャレンジしてみてください。こんな感じでちょっとずつ混ぜていきます。これはもうスーパーで簡単に買える材料ですか？そうですね、ドライイーストとベーキングパウダーでもできるらしいんですけど、ドライイーストの方が多分やりやすい。ベーキングパウダーでやるとちょっと固めの生地になります。これ4月から6月中はめちゃめちゃ品切れ状態だったんですけど、最近もう普通に置いてあるようになりました、ね、みんなパンとか混ざってくるとちょっと表面がベトベトしてるので、これをまな板の上でまた分量によっては失敗しちゃうんですか？やっぱ分量によって失敗はするかな。失敗も、まあ、どうあって失敗っていうかね。ピザっていうのはピザ生地に具材乗っけてチーズ乗っければピザだから。ピザっていうのはピザ生地に具材乗っけてチーズ乗っければピザだから。ああ、なるほど。失敗なんてもうねない。はあ。こんな感じで。自由って感じ。そう、自由自由。イタリア語で自由って意味だったから。ピザ自由か。そうそう。うん。でこうやって粘り気というか表面がベトベトしなくなった。ね、ちょっとこねて丸にします。こんな感じですね。これを発酵させるので少し時間を切ります。で、発酵したものがこちらですってやつですか？そうですね。ピザ生地発酵完了しました。おー、ぽいぽいぽい。なんかの回すやつみたいな。はい、はい、伸びてはない。回ってはいる。これでいいかな。口を丸めた方がいいみたいな。なるし。今できたら。
顔面図を見せてもらいましょう。顔面図を。今はもう女子高生飛び跳ねてます。マジで女子高生ピザ好きだから、はい、完成です。作ってくれた、シーチキンピザ、ツナマヨピザ、はい、はい、美味しそうにできました。まずい時はもうまずいって言うんだからまずい時はまずいって言う、美味しかった美味しいっていう、正直が一番でしょ、ね、正直が一番です、うん、すごいね、熱いね絶対これ。これは絶対に熱いやつや。いただきます。開く、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 うん、うん、優勝優勝、美味しい、うまいね。あー、シンプルが一番いいですね、うん、あー、生地もすごい、ちゃんとできてる、うん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 、これもピザ屋さんに頼まなくてもね、よく行きますが、うん、いつでも作ってくれって多分言ってくれると思う。届けてもくれるでしょ、届けたいってやつね。これはいくらで売るつもりですか。税込み500円いや、税込み500円そこに電話してくれれば税込み500円届けてもくれるそうですよ。安いね、500円で届けてくれる。じゃあ、お父さん総まとめお願いします。はい、うん、今日はね、こうやってりょうくんにね、ピザを作ってもらって、僕たちほんと何もしてないんですよ。食べただけで。食べただけなんで、ほんとに。単純に。はい。じゃあこういうふうにね、今日は、ピザを作ってくれたりょうくんに、どうもありがとう。ありがとう。ありがとうございました、ね。僕たちもちゃんと料理は作っていくつもりですんでね。あ、そうなんですか。うん、でそうだよ。ちょっと初耳。作っていこう、作っていこう。ありがとうございました。ありがとうございます。ピザはね、作ってね、自分も挑戦してみたいっていう人がいたらね、ぜひね、チャレンジしてください。はい。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。またね。またねー。